大丸の駐車場がもう満杯で置けないんで、手前のここはスキー場の駐車場に停めてます。さっきまで晴れてたんですけど、まあ、朝日だけもう真っ赤っかに燃えてますね。ここからですね、まず大丸に向かって、進んできます。じゃあこっから行きます。降りられるよ。いや、いいんだよ、ずっと行けば。今日の目的地は。でもここから接触席は行けけど遠い。お疲れ様でした。すごいね、すごいいいな、なんじゃらほい。すごいね。長平です。すごいね、さすが混んでるね。すごいね。椅子空いてないかな、空いてないな、うん、すごい、すごい、すごい。あ、おろす、ちょっと待って。じゃあ、姥ヶ平でフルーツ休憩、どうぞ。それ三つ豆どれでもいいの？いいよ、それ三つ豆食べて、うん、ね、三つに分けると違うの？
あるからこれもフルーツ。あ、そっか、うん、いいんで食べちゃって。食べちゃってください。いただきます。美味しい。甘いの。甘いよね。うん、うん、これね、果物持ってくんだったらこいつ、これ、うん、娘これだと汁も飲めて、うん、ね、よいしょ。あ、溶けてる、よかった。氷炭駅向かいます。あ、すいません。はいはいはい。はい、すいません。ありがとうございます。はい、すいません。行ってください。出っ張ってる。はい、すいません。はい、どうも。はい、ありがとう。はい、すいません。どうもありがとうございます。すいません。あ、はい、ありがとうございます。あ、ここは何なんだろう。ちょっとね、うん、はい、ここはあ、すごい、これすごいな。綺麗だね。ね、水があるとこでさ、ね、水があるとこですごいじゃん。いやー、綺麗だ。休憩しましょう。疲れた。ここからね、風強いからちょっと羽織った方がいいよ。無限地獄ですね。お母さん、ほら、あそこ氷炭駅見える。ほら、あ、本当、ほら、あそこ。ここからだと形が見える。ね、さ、ここだとさ、20キロもだって積んでる。あ、氷炭だわ。氷炭型。で、私、あそこにいたんだ。矢倉があったところ、あそこ。そうそうそう。で、奥は見えないんだよね。そう。そうだ。お電話しちゃいました、ここに。峰の茶屋避難小屋が見えてきました。県外です。すいませんでした。私たちが。わ、すごいね。朝日の東斜面。
戻ります。はい、どうぞ。朝日の山頂から、ね、稜線からずっと緑色で、うん、素晴らしいね。あんまりこういう紅葉でないだろ、これこういうの、うん、ここはやっぱ笹とね、うん、紅葉とね、あれさ、緑は笹なの。そうです、笹。パンダちゃんが好きなの、うん、あれパンダちゃんのごちそう、あれはまた別じゃねえ。すごいな。あ、これか、うん、逆ルート、ここね、うん、今日もありがとうございました。お邪魔しましたお邪魔しました。楽しかったです。いつもここ映ってるね。そう、向こうからいつも来るからさ、逆方向だから違う、うん、あ、そうか、こっちからこっち、あ、そうあら、今日あれお帽子をかぶってすごいな。はい、鳥居です。いい、ね、ほら、いつもさ、雪深いときさ、これ越えてきちゃうじゃん。そうだそうだ、これか、うん、いやー、すごい、 ありがとうございました。お邪魔しました。